ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。稲妻イレブン3ジオが前回の時からやっていきましょうということで、前回、確かトウコたちとのね練習試合やったと思います。なが稲妻ジャパンのなでしこ版みたいな、稲妻ジャパンのなでしこって、それはもうなでしこジャパンじゃないのかというツッコミはまあ置いておいて、まあ早速ね、まあストーリー進めていきましょうか。なんでこの上誰、これウサギかい。いい勝負だったね。まだまだ練習試合やりたいけど、今日はもうここまでにするか。はい、まあまあまあ、なんかいつ最後いつ撮ったか、この稲妻イレブン3最後いつ収録したかもう覚えてないんですけどね。ということで、ふう、楽しかった。やっぱりエンドたちとのサッカーは最高だよ。また一緒にやろう。私たちならいつでも相手になるからさ。これはレベル上げのフラグか。いつでも戦いに来いと、いつでもレベル上げに来いの間違いではないのか、トークさん。いや、アキちゃん可愛いな。よかったね、エンド君。これから他のチームと対戦ができるみたいよ。わざわざ説明ありがとう。お、かける君、それでは対戦の手続きは、この僕はかけるだっけ、カズトが弟だよね。そいつはわしらに任せとけ。来たか、我らがメインヒロイン。来たー、トリプルフル株。長男、次男、三男。あー、かわいい、もうプリティだね。うん、対戦の手続きはこのわしらフル株三兄弟が全部引き受けた。今回もポチッと選べばすぐ対戦できるエクストラ対戦ルートを用意したぞ。ちなみにエクストラ対戦ルートの窓口は平井校長がやってくるらしい。投げ出したな、全部めんどくさいことは全部平井校長に任せたなと。対戦をしたいときは合宿所の1階にいる平井校長に声をかけるといいぞい。何ぞいって軽音かおい。わしはいつでも稲妻ジャパンの味方だぞ。では頑張るよ。なんかいいね、いつまでも味方でいるお母さん、お母さんみたいな存在だな、古株は。だからそれ僕の仕事ですってば。まあまあ、とにかく対戦したいときは平井校長に頼みましょう。そうやな、これからどんどん新しい対戦相手が増えるかもしれへんで。それじゃあ FFI のトーナメント抽選会へ行きましょう。遅れたら怒られちゃうよ。なに、怒られるのいいな。誰に怒られるんだろう。それ次第だわ。本当だ、抽選会はサッカー協会であるんだよな。急がないと。ということで、抽選会サッカー協会出発だと。もうあれだね、まだもう、これ初めてからさ、これ3時間ぐらいしか経ってないんだよね。え、俺そんぐらいしかやってなかったっけ。で、自分でもびっくりしたわ。まだジョのジョだったわ。エヴァンゲリオンでいう、もうジョのジョよ、最初。さあ、ということで着きました、サッカー協会。うわ、懐かしい、ここにアフロディいるんだよな。うん、仲間にするとここにアフロディいるんだよ、懐かしいな。そうそうそう、冬木監督、冬木誰だっけ、やばい名前忘れた。冬川冬っぺ。工藤監督だ。お、ゾロゾロゾロと。お、平井校長じゃない、ライモン理事長だね。おお、来たかね。そろそろトーナメント抽選会が始まるところだ。一体どこと当たるっすかね。なるべく弱いチームでお願いしたいっす。アジア予選にそんな弱いチームが来るはずないでやんしょ。さあ行くでやんす。栗松ってさ、あれだよ、長友ポジションだよな、日本代表で言ったら。じゃ、長友に失礼っていうのは、まあ栗松で、国立松にも失礼なわけで、まあそこはまあ置いときましょう。皆さんお待ちかね、第1回 FFI アジア予選大会組み合わせ抽選会を始めます。盛り上がってるね、密だね、すごい密だね、3密揃ってるよ。 FFI は全世界を5つのエリアに分け予選を行います。そのうち1つはこのアジアエリア、代表となる一角を決めるのがこのアジア予選なのです。果たして本戦の場、ライオコト島に進むのはどのチームになるか。お、抽選が始まるようです。北沢さん、今回の注目選手誰でしょうか。ロベルト・カルロスです。まずは韓国代表、ファイアードラゴン。来たー、出たね、ファイアードラゴン。このね、イナイル3のファイアードラゴンが一番好きです、僕は。アジア最強と呼び声も高いファイアードラゴン、果たして抽選の結果は。韓国 3-A、 3年 A 組、金髪先生、金髪先生3年 B 組なの。3年 A 組はあれだ、菅田将暉が主演やったやつや。韓国は3の A にファイアードラゴンの文字が入りました。次はオーストラリア、こちらも優勝候補、ビッグウェイブスが代表です。ビッグウェイブス、昨日のやつらが畜生。津波落ち着けって。そう、オーストラリア1の B、 結構序盤最初の方だな。1の B は1の B、 オーストラリアビッグウェイブスは1の B です。予想していい、稲妻ジャパンは1の A です。はい、最後の魔人ブーがさ、悟空のためにウーブと悟空を同じ抽選にするやつみたいな、ああいう感じ。俺今仕向けたから、ピョイピョイってやったから今、超能力よ。稲妻ジャパンは1の A だな、これな。カタール2の B、 サウジアラビア4の B。 次はいよいよ日本代表、稲妻ジャパンの抽選です。果たして対戦相手はオーストラリアかカタールか、それとも韓国かサウジアラビアか、どこになるんだろう。日本代表、稲妻ジャパン。
一の絵ほら来た、ビビビッと感じましたでしょ。今岩のゲーセンすごないって思った方いるんじゃない。うん、僕すごいんです。決まりました、稲妻ジャパン。1回戦の相手はオーストラリア代表のビッグウェイブスです。試合は2日後、これは大きな試合になりそうです。結構早いね、2日後って。俺がなんか寝て起きてしたらもう2日よ。はい、守君、これが FFA アジア地区予選のトーナメント表。おウズベキスタンがレッドバイオ、名前だけはいいね。中国はラストエンペラ、おいおい名前だけ一丁前じゃねえかよ。でカタールがデザートライオン、あカタールがデザートライオンなんだね。ほうほうほう、ラストエンペラーかっこよすぎんか、裏ボス感プンプンなんだけど。トーナメント表はメニュー画面の情報の FFI でいつでも見ることができるから、俺のプレイヤー目線でなんか説明してくれてんの優しいね。いつでもポケットから出して見ることができるわじゃなくてね、メニュー画面から見れるわっていう。いきなり優勝候補と試合か、相手にとって不足はないな。噂では奴らには相手の攻撃を完全に封じるフォーメーションがあるらしい。この間の動きを見ても戦術に長けたチームであることは間違いないだろうな。そんなチームに勝てるってやんすか。まあまあまあ、お前クリジルが出てたぞ今、クリジルが面白いな。さすが世界大会だ、そんなすごい奴らとサッカーができるなんて燃えてきた。守君、強い相手ほど燃えるか、エンドらしいな。ジンジン来た来た、なんか勇気が湧いてきたっすよ。せっかくここまで来たんだしやるだけっすよね。まだ初戦だからね、言うて決勝じゃないよ。よしみんな、早速ライモン中に戻って特訓しよう。打倒オーストラリアだ。おということで、まあ早速サッカー協会のロビー侵入できたんで、なんかこの辺入れなかったっけど、侵入できたしね。この前なんか追い出されちゃったからね、ちゃんと見ようぜ。懐かしいもんはないと、秘伝書とかねえのかな。そうか、イナイル3は写真機能とかがないからね。お、特になんもない感じですかね。さあさあ、私久しぶりの稲妻11-3で結構ねテンションは上がってるんで、まあゆっくり行きましょう。落ち着いてね、落ち着いていきましょう。ということでグランド戻りましょう。さあ、お、誰か旗が立ってるね。お、工藤監督か、これ前からみんな話しかけるでしょう。お、リップス、なんかいいねチーム名。シルクロードさんいるかなこれね。フィッシャーズのシルクさんいるかね。さあ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 、これは決めれると思うな。シュさあ、ということでバトル勝利。なんか本当に話しかける直前で来るのが一番イライラするね。おお、詩人か、熊代って、おい名字いいね君、気に入った。ということで、まあ工藤監督後ろからね、これからお前たちに練習方針を伝える。なんだ、静かだな。オーストラリア戦までの2日間練習禁止とする。合宿所から出ることも許さん。はあ、なんだ練習禁止。そりゃもうお前練習、遠藤たちに練習禁止って、もう遠藤たちのサッカー人生否定したも同然よそれ。死ねと、我ら遠藤たちに死ねと。待ってください、俺たちは日本代表になったばかりでチームとして完成していません。オーストラリア戦までの2日間はチームの連携を高めるために使うべきです。従わないならチームを抜けろ。はっ、 FFA アジア予選は負けたらそれで敗退なんですよ。怒りの軌道、あなたは桜崎中サッカー部を廃部にしたように俺たちも潰すつもりなんですか。おい軌道、こういう軌道のね、やっぱ軌道割と短気だよね。影山ってすぐ怒ったりするっすね。なんつった今、俺の滑舌なんつった今。守君、合宿所にみんなの個室を用意したの。お、ありがとう。お互いの行き来は自由だけど、合宿所からは出ることができないからきちんと準備してきてね。やっぱいろいろね、まあ、ティッシュ。工藤監督は何を考えているんだ。とにかく準備ができたら合宿所へ行こう。お、準備ができたら冬っぺに話しかけようということで、お、なんかメール来た。俺とアキちゃんのやりとり、ちょっとみんなに見せたくないけど。アキちゃんじゃねえじゃん、おい。なんか音なし入ってきてんだけど。オーストラリア相手に練習を禁止するなんて、工藤監督が何をしたいのかさっぱりわかりません。本当に勝てるんですかね。お父さんには考えがあるはず、皆さん信じてあげてください。優しいな冬っぺは。優しいわ冬っぺ、俺は冬っぺを信じる。冬っぺが工藤監督を信じるなら俺も工藤監督を信じる。うん、やっぱね、まあ日本代表は逃げられない。こういう対戦相手も倒さないと。逃げるってことは相手に背を向ける。背中の傷は剣士の恥だと。白ひげの背中にもね、傷がね一つもなかったように俺は一切逃げない。ということで、まあ早速入りましょうか。お、これが平井校長かな。お、ずいぶんデブッチョで
最近何食べてんのかな。お、これですね、女子選抜チーム最近戦ったやつと。まあこれはまあ動画界かあたりでやろうかなと思います。レベル上げとかは。あ、まだ使えないんだね、引き抜き系は。なるほど。ではまあ冬ペン話しかけていきましょう。まもるくん、それじゃあこれからは合宿所の外に出られなくなるけどいいかな。まあなんかいいです。一緒になんか一つ屋根の下で冬っぺと暮らせるならいいです。すげえ見んじゃん。お、かわいいな。うん、これ、あ、これ階段登るでしょ。これ実は木戸冬っぺのスカートの中見てるからね。うん、階段のね段差使って白チラ見するからね。お、遠藤くんの部屋に稲妻マークあるね。ダメだ、じっとしていられない。俺サッカーがしたい。なんか最近の俺だな。うん、なんか俺のカフェイン飲みたいと一緒だね。お、やっぱりみんなもか。お、緑川隆二とか懐かしい人もいるね。戻って守くん。監督、練習をさせてください。個人のレベルアップのためにも。うるせえな、来たね、ダークヒーロー。たった2日練習ができねえくらいで自信をなくしてしまうなら代表を辞退するんだな。あれ、髪の毛ハゲてるじゃん。あれ、不動髪の毛剃ってるんじゃなくてハゲてんの。うん、なんかあのカイドウジンに憧れてなんかすごいブリーチ入れたみたいなんだけどさ、肌に合わなくてなんか全部ハゲちゃったらしいんだよあいつ。監督、それじゃあ俺失礼します。虎の屋かな、虎屋だっけ、虎の屋だっけ。どうなってんだ監督。俺もギロ。おお、これが後の覇王色の覇気というやつですか。お、ヒロといいね。お、スナミって何、サーファーボードとこたつっていうこのギャップ萌えってやつか。小細工なんか性に合わねえ、堂々と出ていくぜ。あのニンスとかいう野郎にどっちが本当の海の男か分からせてやる。ん、よくないんじゃない、出てっちゃう。ん、スナミ、あー、どうしたらいいんだ、練習がしたい。出ていってください、ここは関係者以外立ち入り禁止です。ん、なんだ、いや、なんだ、玄関の方から聞こえたみたいだぞ。一体何か、声がした方に行ってみよう。ということで、では今回ここまでにして、また次回やっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。ん、バイバイ。